ガンガンエボエボ。はい、始まった。はいよー。よいしょ。もう普通にラジオ撮りましょう。はいよー。メンバーシップのラジオはまた後で。あ、それからラジオ見ながら聞いてくれてる。いいよー。ちょっと一緒に音の準備してるわ。めんどくさいから。の前に、ちょっとごめん。あのラジオ始まって早々悪いけど、トイレ行ってくるわ。いいよ。一人ラジオしようじゃん。戻ってきたら準備の手伝いを。さあ、ということでございまして、改めてどうもリプテンです。あの人、ミキ。で、まあ3月もですね、何日ですか、確か1、2終わっての、18日ですね。3月の18日か。別に何があるってわけでもないな。誰も誕生日ではないし。あれ、そういえば俺やばいな、忘れてたな。おじいさんの誕生日何もしてなくねえか。あの人1月じゃん。やべえ、忘れてた。もう去年はね、人の誕生日絶対ワオーマンだったからあれだったけど、誕生日忘れてた。あ、思い出した、ミキじゃん誕生日。3月は3月11日ミキの誕生日じゃん。ちょっとこの話しよう。マジか、忘れてたな。完璧にドヒャー。何コメントしたの。すっかり忘れてたけど、じいさんの誕生日祝ったっけ。俺は言葉を送った。あれ、なんか俺やったっけな。 LINE 見返してけよ。いやあの、おめでとうは言ってない、確実に。うん、だと思う。これこのまま引っ張って大丈夫。大、これ一瞬持ち上げた方がいいかもしれない。ちょっと今行くわ。オッケー。じいさんの誕生日祝い忘れた。くそ、人の誕生日覚えてねえんだよ。ミキは3月11日でしょ。そうだよ。いやでも覚えるわ、あんな誕生日。わかりやすいでしょ。わかりやすい、嫌な意味で。 3.11、9.11 はね、やっぱ忘れやすいですよ。そう。あー、マジか。じいさん、なんか誕生日あげねえ。どうなって、よいしょ。何あげようかな。じいさん、本体、せーの、はい。あ、誕生日プレゼントあれでもいいよ。パトフィー持ってったね。あれ、じいさん。あれ、じいさんの。そう。いや、持ってったあげる。忘れないうちに。じっちゃんの何かけね。入れとくわ。じいさん、あ、それね、上のエアコンのさ、あるじゃん。あそこに挿して。そう。あれ、それでさ、ネルさんの誕生日いつだっけ。あれ4月？ 6月？ 6月？ 6月6日でしょ。やべ、ニックの誕生日平成7年6月6日だから。何個の人。あ、そっか。で、一番最初に年取るな、あの人。そうだよ、うちのメンバーの中で。そうだよ、うちのやだよ、我々もだって27歳になるわよ、私たち。やばいわね。もう俺は27なんだよ。そうそう、あなただけなんだよ、もう。そうなんだよ、誕生月的にね、私が一番。そう、遅いから。若いか、うるせえな。遅いから。若いから。あ、そっか、ちょっと待って、いろいろまだ準備終わってねえんだ。いろいろね、言われるんだから。ね、食の好みがジジイって言われるんだから、昔から。うるせえ、やいっつって。それは認めないといかん。認めざるを得ませんよ。やつですよ。うるせえな。うまいんだよ。食の上、ジジコ。だって、日本、酒のつまみは、なんか肉料理よりも魚とか野菜が好きなんだよ。うん、いや、このジジイだなって言われる。ゲセなんです。大人ってことですよ、いわば。ね、ちなみに中で一番好きなメニューはあのエイヒレですねって。エイヒレか、実は食ったことないんだけど。ない？わかんない、どうだろうね、あれ結構人選ぶんだよね。コリコリしてる感じ。いや、コリコリはしてない。カリカリしてる。なんだろうな、ちょっとね、柔らかいっていうか、炙りエイヒレだったりすると、まあいろいろあるんだけど、炙りとかいろいろあるけど、うん、結構好みは分かれる。ちょっとみりん漬けみたいな感じだから、ちょっと甘い感じ、うん、な味付けだから、まあ人を選ぶかな。なるほどね。これ一年は死んでるよな。それ死んでんだっけ。なんか死んでるくせえな。普通だよ。いしょ、出すか。別に HDMI だからさ、困った。よいしょ。あ、そうだ、じいさんのあれだ、BF にあれかっか、ハッピーバースデーって。ハッピーバースデー、ジュージュー。はい、ナビタイ。 HDMI。 あ、よいしょ。そうするか。HDMI 1に刺さってるのをちょっと抜いてもろて、今刺さってるやつ一回抜いてこっちに渡して。
一人前買おうかな。足らなくなってきたぜ。HDMI がここまであるのも相当だよな。ゲーム買えば絶対ついてくるからね。そうそうそう。あれ引っ越す？とうとう。なんかね、言われるんだよね。じいちゃんと一緒に暮らさんかそろそろって言われて。え、マジ？そう。じゃあじいちゃん家に、うん、あの部屋が空いてるから。ああ。はあ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 。そこは構わないんだけど。ネット環境ないと積むなというのとないの？引けばある。引けばある。引けばある。うん。もともとあのない家庭で育ってるから俺が。うん。最近ここ半年間、ね、やっとあの実家に Wi-Fi が飛び始めたっていう。いや、やっと。すごいでしょ。長いね、ずいぶん。長いでしょ。長い間。だからもし実家にね、要はじいちゃんと暮らすのであれば、うん、生活リズムがまずちゃうなと。まあそれはしょうがないわな。でも要は朝俺が帰ってきて昼までで夕方仕事に行くっていう生活だから、だから普通に平日とかは会うことはないだろう。まあそう、まあ多分じいちゃんが早起きだったらまあ朝ちょこっとおしゃべりするかなとか、うん、そんぐらい。でもいいと思うけどね。家賃も浮くしなと思ってね。家賃どれぐらいになるの？そのまま住むわけだから家賃かからなくなる。マジ？え、でもあれじゃないの、あれ部屋は？どういうこと？いや、あの前言ったじゃん、うちのおじいちゃん家、うん、下のあそこ全部が、全部っていうかの事務所貸してる事務所とかはあるけど、うん、あと奥ね、ところが全部うちの敷地なのね。おうおう、おじいちゃんの家の。だからあの余ってる部屋が2つあって、まあ、1個は物置とかしてるんだけど、うん、その物置を片付けたらお前が住めばいいしって言われて。なるほどね。そうそうそう。じゃあ結局家賃はかからない、かからなくなって、まあ、俺が払うのは電気代とか。はい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 、まあ、それで住んでいいんだったらそっちに住んだ方がいいじゃん、むちゃくちゃ。そう、まあ、ただネット環境ね。ネット環境もそうだし、まあ、防音が何もないのよ、ね、結構1階の作りが大体木造っていうかさ、うん、あれだったから、みんなとゲームするのしんどいなみたいな思っちゃって、プライバシーが結構消えそうな気がする。そうなんだよね。そこら辺でやっぱお金とそこら辺を考えて、どっちがいいのかっていうのはやっぱ考えないとだね。でただ一つ利点が、まあ確かにお金が浮くっていうのもそうだけど、うん、お金が浮くからこそ PC を買う余裕が増えてくるっていうのがあるよね。確かにそれはあるね。でも PC 買って何かするか俺がって思っちゃうとさ、まああったらあったでやっぱするよ。やるんかやるだろうけどねっていうさ、なんかどうしようかなっていうのでね。できればね、パソコン持ってくれた方がね、そのやっぱ俺とかちょっとやりたいものが一緒に増えるから。そうそうそう、実はちょっとね持ってほしいってのある。それこそファズモフォビアみんなでできたら超面白いしさ。絶対ファズモフォビアもいいね。みんなでやりたいんだよあれ。俺ね自信があるんだよ一つ。何？あの驚いても声出さないからさ。そうね、うん、多分ね一番向かないんだよねああいうの。いや気づいたら死んでるっつって笑うかもしれない。うん、あちょっとまずいかもしれませんね。ドン、あ行ったわあの気がついたらメイド的なレベルでね。そうね、死ますからさ。でもあなたほらそれ以前の問題にあれがあるじゃないの。何よ。いっちゃん狙われるじゃん。そうだよ。だからそこの面白さあるんじゃない。気づいたら誰よりも先に死んでるっていう、まあ、いホラーゲ特のヘイトの高さ俺いまだに納得してねえからしかも中身 AI じゃなくてプレイヤーだとしても狙われるしね。いや、わかんねえかな。あそこに関しては本当にいまだに納得しねえからねなんでだよ。しょうがない、そういう星の元に生まれてるんだ。生まれちゃったもんな。そうね、だからちょっと引っ越すとかになったらねいいかもね。まあその場合は車出すよまた。ああ引っ越しよね。うん、車ぐらい出すよ。いや多分ね引っ越しってなったらね、あの実家の車を多分母ちゃんが運転をしてくれるからねでしかも俺自身荷物がそんなにないじゃない。まああの漫画とかいろいろあるけど、冷蔵庫、まあ、でかいものって言ったら冷蔵庫ぐらい。でぶっちゃけもう実家に帰るんだったら冷蔵庫いらないわけよ。確かに。そうだったらなんかその買取業者行ってもいいし、うん、もうそれこそあのまず大前提、あの動かねえ洗濯機どうしようあれはちょっとあれだね、もう捨てるかなとかしないと。そうそうそう、あれあそこにあるね、中古ショップとかにでも送りつけん。あそこのすぐそこの中古ショップに送りつけてみようかな。そうなんですけど、考えてもいいけどね。やろうかな、使わねえとか。ほらあのハードオフとかさ、あそこはほらそういうの買い取ってくれるから。ハードオフってそうだっけ。あの機械系がすごい多いというか、
外にあれ普通に電子レンジ置いてたりするからさ。ハードオフすげえな。そうなんだよ。ハードオフってなんかさ、いろいろあるよね。あるあるある。この前めちゃめちゃ Wii 売ってたもん。あ、やほぼ新品に近かったから5000円とか買った。え、でも安くない5000円で Wii って。あのちゃんと上の蓋あったよ。マジ上の蓋が生き残ってた。え、すごい。ちょっと考えてる今どうしようかな。あ、すごい。あ、ちょっとさ、その中に入れたビーフトってビーフバッグの中に入れた。ああ、ちょっとハッピーバースデーって書く。ハッピーバースデートゥーミー。ハッピーバースデー。安くてごめんって書く。パンピーバッペって書こうかな。どうしようかな。これだった。ハッピーバースデー。ハッピーバースデー。ハッピーバースデー。よし。じゃあ後で、私に行くか。あれ今日いるかな、次に。まあ、いればで。それか明日でもいいんだよな。明日どうせ実家行くし。ああ、まあ、に行くし。なんか、タイミングがあればでいいよ、ね。そうそう。な、だってもう、言うたってもう1ヶ月以上渡してないからね。言ったら1ヶ月経ってないから。前にほら、ビーフやろうぜって話した時にさ、4じゃない、4のソフト買ったら5でできなかったっていうさ。あ、そうそうそう。普通ありえないじゃん。アップグレードバージョンじゃなくてもできるじゃん、普通。それがさ、5版を4版とさ、提携できるにした方がいいよね、純粋に。多分ね、BF のダメなところは多分そこだったんだろうな、一番。まあ、そうだろうね。結局、サーバー弱って言ってさ。BF 俺結構神ゲーだと思うんだけどね、純粋に。いや、ゲームのシステムとかそこら辺は面白いんだよ、すごく。そうそうそう。ただね、なんかね、あの、ちょうどいいところに手が届かないんだよ、毎回。そうそうそう、なんかね。いや違う、そこじゃ、そこがなっていうさ。かゆいところがいつまでもかゆいの。そうそうそう。あの、ここここ、わかる？そう、そこなのよってずっと書いのよ。納得いかないんだよな。別にさ、一人でやりたいわけじゃないんだ、ああいうゲームって。そうそう。確かにもう、やってりゃほぼ一人なんだけどさ、行けばさ。あとなんだろうな、その、マッチのさ、レベル差がたまに大きい時がどうしてもあっちゃう。うん。なんかさ、なんかまあそこは仕方ないんだよ。だって他のゲームと違ってランクってないんだから。あとさ、経験値稼ぐのゲームだけのゲームだからさ、まあ仕方ないんだけどさ、と思うと。そうね。あ、そうだ、まだあれだ、今シーズンのあれ終わってないから新武器、あ、いや、どうだっけ、どうだっけな、なんだ、ビーフ、ビーフのあれ、シーズン武器じゃねえから、いけるか、あれ、新武器だっけな、ハッピーバースデーって感じで、レールガンとね、ハンドガンが増えたんだよね。レールガン、レールガン弾速バカ速いんだけど、威力がね、そんな高いわけじゃない。スナイパーライフルのカテゴリー、あ、違う、スナイパーカテゴリーじゃねえんだ、あれユーティリティカテゴリーだ。でも射程長くて威力そこそこあって、うん、あのその弾の落下も少ないからね、まあ、使いやすい武器の立ち位置になってるんだけどね他のスナイパーを置き去りにしてた、あの武器も強すぎる遠距離。いいね、負けちゃうかこれ。いや、開けないか。しゃー、一応ハッピーバースデー遅れてごめんだけ書いといた。さあさあ、どうす、いつ飯行くっていうさ話を今していい？おいよ。いつ行こっか。決算したら3月になるの。できればな、これこそさ、じいさんの誕生日として行ってもいいよね。そうそうそう。みんなからのプレゼントっつってあいつに金を出させないっていう。うん。おめえの財布をしまえっつって。あんた3月の11日なんだからちょうどいいんじゃない？何が？誕生日。ああ、合同する。合同でもいいし、どっちかでもいいし。一緒でもいいわよ。シール持ってくる。あの人と一緒なんて今更だわ。ずっと一緒。ずっと一緒だよ、だって。小学校入る前からだぞ。すげえな、完全に幼馴染じゃん。そうだよ。20年来ですから、もう。怖いな。そう思うと長えな。そんなに長い、長いの。なんだろうね。なんでこんな仲良くなったんだろう。純粋に。え、あれじゃない。でもやっぱ家族の関係もんじゃないの。家族っていうか、あの、食べたんじゃない。じいちゃん世代のつながりがあったよっていうだけだったから。豆腐屋の息子の。あ、豆腐屋のうち孫ですよ。孫か。豆腐屋の孫だろう。俺豆腐屋の孫だよ。あの、いつまでも豆腐屋のせいがねえかってばあさんが言ってるから。ついでねえ、ついでねえ、じじいの誰で終わってるわ。
もう終わったんだよって、まあ、10年以上むしろ あのおばあちゃんに会ってないからね、元気かしらそう、行かなくなっちゃったからさ、本当。いやまず中学高校の時とかさ、うん、まああのむしろ P まだ PSP 持つか向こうのプレステ3で遊んでたさ時代だったからさ、はいはいはい、いやオンラインゲームのなんかいいところでもあり悪いところだなって。昔はもうみんなで集まってたからさ、今みたいにここに集まって何かをするんだったから、ね、PSP のモンハンなんてそうだもんね。もう神ゲーよ、モンハンもそう、うん、ゴッドイーターもそうで、インフィニティもそう、全部神ゲーだった。なんだろうね、入ってこねえかなあの時期。なんかね、すごい言ってるんだけどね、あのスイッチをオンラインゲーム機で出すべきじゃなかったと思ってる。なるほど、ね、すごいね、俺は個人だけどね、まあ、家庭用ゲーム機の一機を出ちゃったから、スイッチがみんなでできるようになっちゃったじゃん、オンラインで。プレステと XBOX と多少は似せないといけないところが出たんでしょ、やっぱ今更、うん、今更だな。金をもらわなきゃいけないから、やっぱまあ、やっぱ稼がないといけないから、みんなに入りやすくするためにもねっていうのあるんだろうけど、なんかな、違うような気がするんだよな。ただのわがままですね。あの本当ネットやるのにお金かかるのマジ勘弁してほしい。あーそうねそれはそうね。スイッチで絶対やんないもん。スイッチで絶対買わないよ、スイッチオンライン。わかんない、任天堂のあれは絶対買う気ねえもん俺。なんかさ、まだあのスイッチオンラインじゃないけどさ、うん、スイッチは任天堂が手掛けた回線を引っ張ってくれたらそれ安くなりますよとかさ、うん、スイッチ持ってる方がこれを引いたら安くなりますって言ってくれた方がさ買うよね。買うね、そっちならね。何のまあメリットもない状態でさ、これ売りますよって言われてもさ、買ってるだけできませんって言われてもさじゃあ結構ですってなるやんなんかそんなになんか特別感というかはないね。うん、まあ別にいいやってなっちゃうんだよな、うん、なんかもったいねえな。そう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 、言うてプレステで遊んでるからなっていうのも出ちゃうねん。そしてそう一番言っちゃいけない、いや画質が問題が出てくるからさ、スイッチは。そうなんだよね、それはあるんだよな。確かに画質問題とやっぱそのディティールとって言い方もあれだけど、どうしてもカットされちゃう部分があるから、ゲームはちょっとね。だけどなんか YouTube でこの間見たのが、あの地球防衛軍 4.1、うん、の、まあ、スイッチ版の発売で、あのプレイステーション4版との画質の比較とかで、うん、ちょっと確かに下がってるのはあるね、スイッチ版が。一応ちょっと下がってるのと、うん、あとオブジェクト、うん、あの草むらの数が半分以下になるとか、これはどうなんだ。まあでも確かにどうだ、処理間に合うの、ギリ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 だからマップのものを全て減らす。ああなるほどね。だからちっちゃい草むらとかを全部削って処理速度をなんかそこで維持するのと、まあ、でもその代わりなんかすごいあのロードが爆速にはなってる、うん、やっぱ画質とか求めるんだったらやっぱプレステとかになっちゃうんだね。そうそうそう。ただ一番 あのいいところがオフラインであれば別に外に持ち出してもできる。ああまあ確かに、あそれは強いなみたいなさ。携帯ゲーム機でもあるからね。そうそうそう、まあ、スイッチのいいところってそこだよな。うん、まあでもじゃあスイッチ変えますか、いいえっつってだからっつってスイッチはいらないのよ。実際買ってやるかっつったらそんなやんないと思うね。やらないと思うあんまりスイッチはね、いいゲームがわからんのよ。うん、言うほどスプラトゥーンで流行ってねえしなって思っちゃうからさ俺は。そうね、まあいや流行っちゃいるよ、流行っちゃいるけど、じゃあやりたいって言われると、そうね、ピンじゃないみたいなさ。正直俺もあのゲームはできない、苦手。まず普通になんかそのジャイロ視点がどうとかもあるけど、なんかなんか魅力を感じると思っちゃってる。そうね、俺もやったらやったらでも面白いとは思うんだけど、そこまでやる気続かねえなーと思った。失礼を承知というけど。いやいやいや、俺もそうなんだよな。なんかそんなにハマる自分がいないと思っちゃってるから。見えないんだよね、正直。面白いんだろうけどね。面白いんだろうけどね。見たいかって言われたら、お困りにします。結構ですな、なるわな。なんか、あと。本当にこのゲームがわからん。スイッチって今何があんだ。スイッチ。
何なんだゲーム。やっぱスマブラの新キャラ出なくなったのが問題じゃない。いやもうだってもう引っ張れんやろ、まあ、あれ以上ね出されてもね、もう品切れよ。純粋にもう出てこいよ。出てこないよ。もうだって大体出し尽くしたぜ、大体のやつ。もうお腹いっぱいでしょ。で、キンハ出して FF 出してドラクエ出して結構昔のやつも出してたりするからね。そうそうそう。でテイルズはなんか知らないけどあのミーなやつで剣士の衣装としてだけに、ね、ロイとか選出されてるけど、あれは俺許してないからあれはいらないよな正直。あれは俺許してないから。スマブラが嫌いになった人そこで。なんだよそんな、なんだよってなるよね。いやじゃあ他のさ追加キャラ全員ミーにしろよみたいなあのミー見た目ミーで技だけクラウドができるやつに白いやつとかさ、あのまあ個人的にファイアーエンブレムが出すぎで、ああそれはもう多すぎ。そうしょうがないんだろうけどさ、追加キャラでまた F ね、またあのシリーズかと。ファイアーエンブレムシリーズ、ね、そうまたかよっていうね。ファイアーエンブレムさ言いづらい。うん、ファイヤーなんだっけ、エンブレムじゃなかったっけ。だからうるせえなってマイク持っちゃって言い方してうるせえっつって、もうそうなるだろうなってエンブレムになるより言いづれえよっつって、もういちいちサイゼリアとかいちいち言ってらんねえんだよ。そうそうそう世の中サイズですよ。そうそうそう、その正式名称めんどくせえ問題があっちゃうからさ、うん、だるっつって。奥さん21分でございます。あすごい、無駄話がここまですごいだよ。いつも通りだね。本当だね。じゃあ今回はここまで。はい、また来週同じ形でお会いしましょう。はい、お疲れ様でした。はい。